グランドフォークスは、アメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名は、ノースダコタ州グランドフォークスにちなむ。グランドフォークスは1943年9月29日に、カリフォルニア州リッチモンドのカイザーカー5社で寄港した。1943年11月27日に、TH ソアーソンプ人によって、命名、浸水し、 1944年3月18日に、艦長オクリスチャン、W. ピーターソン沿岸警備隊象佐の指揮下、収益した。成長後1944年8月7日に、グランドフォークスはカリフォルニア州サンフランシスコを出港する。カリフォルニア州沖合の北部太平洋で航空機警備任務にあたり、9月3日にサンフランシスコに帰還した。 その後も同任務を継続し、会場で3週間、港で2週間ずつ過ごした。1944年10月11日の深夜、グランドフォークスは緊急着水を行う PB2Y からの救難要請を受信した。闇夜の中で PB2Y を誘導するため照明弾を発射し、グランドフォークスは15名の乗員と乗客を海から救助し、 114個の郵便袋を回収した。警備任務で港に停泊中の1945年5月31日、グランドフォークスはサンフランシスコ講和条約長印式に出席するアメリカ合衆国代表団数名の訪問を受けた。一行の中には、エドワード・ステティニアス国務長官とその夫人、ネルソン・ロックフェーラー、アルジャーヒスが含まれた。 グランドフォークスは1946年3月19日まで航空機警備任務を継続し、その後サンフランシスコからサウスカロライナ州チャールストンへ向かった。1946年5月16日にチャールストンで退役し、6月19日に除籍される。グランドフォークスは1947年5月19日にニューヨークの JC バークウィットカンパニーに、 売却され、11月1日に解体された。ありがとうございます。